ドライブしながら長野県の美味しいお店や観光情報をお届けする信州観光ドライブトークシリーズ。本日は軽井沢町から北軽井沢の方まで紅葉を楽しみながら向かいます。皆さんこんにちは、桜井太斗です。本日はですね、11月の半ばですね、紅葉が終わりかけの軽井沢、中軽井沢からスタートしています。こちら正面に見えるのが離れ山は、すごい見事な紅葉ですね。オレンジ色に染まってとても綺麗な風景が広がっています。実はね、この日の朝なんですけれども、ちょっと雪が舞うみたいな、もうね、朝晩氷点下になる軽井沢なんですけれども、そんな形で紅葉とね、雪が同時に楽しめるというような、はい、土地柄になってますけれども、実はこの原山、朝はですね、霧氷が見られたと。霧氷というのは、空気中のこう水蒸気がこうギュッとですね、いわゆる瞬間冷却なんとか、ちょっと、なんだろう瞬間なんだっけな、いわゆるこう木にそういう湿気がこう霜になって降りるというような現象がありますけれども、その影響で木がですね、こう雪の花を咲かせたようにこう白くなるという現象が見られたりしています。まあ、この現象はおそらく雪国あるいは寒冷地では見られるもので、有名なところでいくと蔵王ですね、蔵王 のスノーモンスターなんて言われることがありますけれども、樹氷かな、大きくなると樹氷なんかが、あります。まあ、軽井沢は結構冬の間はこの霧氷が見られることが多くて、朝ですね、例えば、まあ、6時台7時台ぐらいになると通勤する車が、通勤する途中ですね、とても美しい景色が冬は冬で見られるという形になっています。中軽井沢駅の前の交差点を左折して、ここから星野エリアの方に向かいます。結構ね、街路樹に関しては紅葉が比較的早くて、まあ、というのもこうアスファルトなので、こういったこう開けている土地だと放射冷却でですね、夜よく冷えるんですね。なのでこういった街路樹は比較的紅葉が早く、あ、もう結構散っちゃってるところもあるかな。まあ、とはいえね、こうとても美しく赤に染まったモミジだったりとか、ちょっと運転でね、目を奪われないようにしないといけないんで残念ですけれども、まあ、後でこう皆さん、まあ、皆さんどこで見ていただいてるんですかね、スマートフォンだったりとかテレビの画面だったりとか、まあ、多分いろいろなシーンで見ていただいていると思うんですけれども、皆さん安全に楽しんでいただければなと思います。ちょっと私は運転に集中しながらやっていきますが、正面浅間山も見えますかね。ちょっとこう白い噴煙が見えると思うんですけれども、浅間山活火山なので絶えずああいうボコボコと、日々ですね、こう煙を吐いている様子で、この秋の季節はね、晴天率が高いのでとても綺麗に噴煙が見えたりします。今日も多分ね、そういう点では景色が楽しめるいい一日なんじゃないでしょうか。だんだんと市街地から離れて星野エリアに入ってきました。右側三井の森、これ別荘地ですね。そして星野屋という標識もありますけれども、ここね、左側のね、駐車場、ここは無料なんですけども、すぐ埋まっちゃうんで、今日も皆さん、行楽でいらっしゃってるんですかね。まあ、県外から来ていただいてる方もたくさんいると思うんですけれども、ハルニレテラス、右側に見えてきました。あ、結構お客さんいますね。駐車場も車の往来がとても多そうです。こうね、渋滞がひどい時期なんかはここの駐車場に入るためにここら辺が混むというような状況にもなるので、あんまりこのね、中軽井沢から来る道は私は普段は使わないんですけども、ちょっと今は夕方に差し掛かる比較的空いてる時間なんで、ここまでスイスイ来ました。左に千ヶ滝別荘地エリアになります。千ヶ滝温泉、あ、千ヶ滝温泉最近行ってないですね。千ヶ滝温泉は昔西部のね、プリンスリゾートがあって、昔アイススケート場だったりとか、
大きなホテルだったりとか、まあ、そういうのもあったのでね、とても賑わってたんですけど、今はそういった施設が閉鎖してしまいましたので、比較的千ヶ滝温泉はゆっくり楽しめる穴場スポットになっております。まあ、トンボの湯がね、先ほど右側に見えたと思うんですけれども、星野温泉ですね、そちらに比べるとちょっとおとなしめの、比較的ゆっくり入れる温泉じゃないでしょうか。まあ、この温泉2つ近いんで、泉質はあんまり変わらない印象です。まあ、星野温泉の方が、まあ、施設が大きかったりする分いいのかな。あとはサウナかな、サウナ、星野温泉のサウナは結構ね、サウナーと呼ばれる、茶道でしたっけ、サウナ愛好家にはとても評判のいい、きちんとしたね、ロウリュの、サウナと、あとキンキンに冷えてやがる水風呂ですね。そのあたりがサウナヘビーユーザーというか、サウナ好きの方には評判のところです。千ヶ滝温泉もサウナあると思うんですけども、確か遠赤外線タイプでロウリュじゃなかった気がしますね。ですので、もう本格的なフィンランド式サウナを楽しみたい方は、この辺りだと星野温泉がベストというか、まあ一強みたいな感じですかね。はい、そして千ヶ滝エリアも結構標高が上がってきました。軽井沢の紅葉の時期はだいたい11月の初旬、まあ、早いと10月の初めから楽しんでいる方もいらっしゃると思うんですが、この辺りに来るともうほぼ終わりつつある感じですかね。多分この動画を始めた、上野原辺りだとかなり紅葉見頃だったと思うんですけれども、もう今はこの辺りだと落ち葉の方が多いかな。あ、結構もう落ちちゃってるな。まあ、ところどころね、民家の植栽とかは、なんだろうな、あれは。道断ツツジかな、道断ツツジのね、赤い色がちょこちょこと見えると思うんですけれども。どうでしょうか。ここからさらに登って北軽井沢になるので、この葉っぱの様子だったりとか、紅葉のね、タイミングも随分、このドライブ中で違うんじゃないかなというふうに思います。まあ、そのあたりの、ね、自然の変化も楽しみながら本日は、北軽井沢の方まで上がっていきます。結構一面ね、もう茶色の景色で、ところどころ緑が残っているような種類の樹木もありますかね。そうだね、大体この辺りで標高1100、1200くらいかな。まあ、長野県に住んでると皆さん自分の土地の標高が言えるっていうちょっとしたトリビアがありますけれども、随分ね、標高が100メートル変わるだけでも気温だったりとか、まあ、それこそ紅葉の進み方、それから特にこの辺りは積雪ですかね、そういうものもかなり違ってくるので、まあ、山の天気変わりやすいと言いますけれども、この標高が違うことによる、まあ、自然の移り変わりなんていうのも一つ長野県に住む魅力なのではないでしょうか。お、結構向かいから来る車が多いですね。ちょうど今これ撮ってるのがね、午後の時間帯で今15時20分ぐらいなんですけれども、まあ、皆さんこれから首都圏に帰られるのかどうでしょうかね。ちょっとナンバープレートまで確認できませんでしたけれども、千ヶ滝エリアもかなり北側まで来ましたね。ここら辺はね、なかなか道がこうくねくねとしてて、夜なんかかなり飛ばす車いるんで、ちょっと注意しなければいけなくて、一回この辺りでね、事故に遭遇したこともあったので、皆さん山道は慎重に運転しましょう。実はこの辺りはね、バスが走ってるんですよ。草軽交通さんという会社ですけれども、この道をまっすぐずっと行くと草津方面に行きます。で、バスでね、草津まで行くことも
できたりするので、だいたい1時間半ぐらいかな、バスだと軽井沢から草津まで。昔はここね、鉄道が走っていて、北軽井沢も昔の駅舎なんていうのはありますけれども、今は、自家用車が発達したりとかね、バスの方が維持のコストが安いということもあり、公共交通機関ではバスのみの運行となっています。軽井沢もね、おお、すごいすごい丸太の数だ。見ましたか、今トラックが、結構ね、伐採した丸太を運んでましたけれども、この信州の林業、あの車はもしかしたら群馬から降りてくる車だと思うんですけれども、この辺りのね、樹木も結構いい薪になったりとかするので、北軽井沢に薪の業者さんもあったりしますし、私としても北からからは買ってないですけど、この辺りで取れた薪を使ったりすることもあります。道端にこうね、落ち葉が積もってると思うんですけれども、結構細かい葉っぱがあって、これがカラマツですね。カラマツは針葉樹にしては珍しく葉っぱが落ちると、いわゆる常緑樹じゃない、ものでして、この時期はカラマツがですね、こう葉っぱを落とすと、こうキラキラキラと桜吹雪までいかないですけれども、日が出ている時なんかはとても綺麗に映ったりします。この辺りからね、さっきちょっと見えたかもしれないですけど、浅間山の景色も大変眺望がよく、またこのドライブルートでも何箇所か浅間山が見えるところがあると思うので、そのあたりも注目しながら動画楽しんでいただければと思います。ここら辺ちょっと見るかな、噴煙が今日は風があまりないのか、まっすぐ上に伸びてます。ちなみにここね、途半車線になっているので、運転するときは右側が追い越しの車で、今走ってる、レーンがゆっくり走る車ということですね。ドライブトークの時は私なるべくゆっくり走るようにしていて、安全運転っていうことと、あと皆さんに情報をいっぱい伝えられるように、なるべくゆっくり走れるときはゆっくり走ったりしてます。なかなかね、コメントいただいたんですけど、結構器用ですねっていう風に言われるんですが、どうだろうな、運転しながら喋るっていうところで言うと、道路交通法上ね、こうスマートフォン持って運転とかはしてはいけないと思うんですけれども、多分ハンズフリーで会話をするよりもこっちの方が楽で、なぜかというと、皆さんの話を聞いて考えるというよりは、自分が思ったことをボンボン喋ってるので、今すごい浅間山が見ましたが、こんな感じで特にランダムに、浮かんでる話題をそのまま喋ってる感じになります。そうは言ってもなかなか瞬時に思いつくことっていうのは厳しいので、撮影の時はですね、事前にこんなルートで行こうとか、ここでこんな話できるかなとか、こんな景色が見えたらこんなコメントをしようとかですね、大体そのあたりは考えて、進んでいるんですけれども、どうですかね、皆さんトークは楽しめているかわかりませんが、そのあたりのね、トークに関してのフィードバックも、皆さん何か思いついたことありましたらコメント欄でお知らせください。妻恋まで18キロという標識が見えました。まだここは長野県です。まだ長野県で、ここを行くと峠があるので、そこがちょうど県境になりますね。結構眩しいな。
結構眩しいですが、どうなんだろう。こういうねちょっと眩しい時って実は要注意で、カメラのこう逆光というか、路面がですね見えなくなる可能性があって、もしちょっと見づらかったら申し訳ありません。多分ここだけだと思うので、西に向かって進むのは。はい、ということで見えてきました。お、滋賀草津道路、13日13時から路面凍結通行止めという表示ですね。滋賀高原の方に草津から行くルートなんですけれども、ここはそこそこ雪が積もるということで冬季は閉鎖になったりします。13日からなんだ。11月13だと結構早いですね。もちろん雪が降ってなくても路面の凍結の恐れというのがあると思うので、それを考慮してだと思うんですけれども、思い出した。一回ね結構長野県群馬県もそうですけれども、こういう冬季閉鎖される道路ってあるんですよ。でそういうものって古いナビとかだと出してくれないんですよね。で一回なんだっけな、 Google マップで行った時だったかな、その時に本当に冬季閉鎖する道路を行けというふうに言われて、そこのねナビ通りに行ったんですけども、案の定そこゲレンデになってて、スキー場のそもそも通れませんよというので、結構ゲレンデなんで上まで行ったんですよ。上まで行ったんですけども、もう通れないんで、そのままこうスキー場に行く山道を降りるという、結構ガソリンを無駄にしちゃったかなっていう、環境に負荷を与えたかなというふうに反省してるんですけれども、こういう、冬季封鎖される道路というのもあるので、ドライブされる際は事前にいろいろと調べていくことをお勧めします。草津嬬恋長野原という標識が見えたと思いますが、もうそろそろ群馬県の県境に入ります。結構ここの道路は最近補修されたのか、アスファルトがとても綺麗ですね。ドライブトークやってる時に一つ注意点があるとすると、路面がガタガタするとですね、この画面が手ぶれしちゃうんですよ。なので、こういうね、よく舗装された道路を通ってるのはすごいね、私は嬉しくて。これなら見やすい動画がお届けできるなとか、なんかそういうことも考えながら、実はいつも走ってます。いいですね。で、この道路なんですけれども、こんなこと言うと群馬県の方怒るかもしれないですが、長野県の道路と群馬県の道路結構クオリティに差があって、多分その土木に使う県の予算とか、そういう関係だと思うんですけれども、大体長野県の道路の方が、これ私の感覚ですよ。私のこの近隣の感覚ですけれども、長野県の道路の方が舗装はこまめにやってくださってて走りやすい。群馬県の道路はですね、少なくともこの辺りはちょっとボコボコしているところが多いなという印象でございます。ここのですねプレジデントと左に看板が見えますけれども、ここを右に行くと、太平洋クラブ軽井沢リゾート、ゴルフ場だったりとか、あとプレジデントリゾート軽井沢スノーパークという、ここ確か鹿島かなんかが持ってるところだと思うんですけれども、スキー場、ゴルフ場、温泉施設もありますね。日帰り温泉、それに併設したホテルなどがあったりします。なんかねプレジデントリゾートのここのスキー場はなんか桃色クローバーのライブが行われたことがあるらしくて、結構その桃黒ファンの聖地と言われていて、なんかスキー場もねなんかその桃黒ファンを頑張って誘致しようみたいな感じで、ツイッターとか頑張って更新しているっていう、最近どうなんだろうな、もう数年前の話ですけれども、なんだろう、架空線注意、土砂災害対策に 対応するブロックを併設してますというのがありました。これも多分群馬県もうすでにね入りましたけれども、結構土木やってますね。なんかトークしたそばから大変失礼しました。そして
かっていくと、左側にもうすぐ北軽井沢ハイランドリゾートホテルですね、ホテルが見えると思います。あ、ただいまの気温7度という表示が見えました。まだそんなに冷えてはいない感じかな。北軽井沢はね、本当に寒いですね。軽井沢から来ても寒いというふうに思うぐらいで、夏なんか北軽井沢の人は軽井沢に降りるとここは避暑地じゃないとかね、あのエアコンが必要とか暑くてしょうがないとか結構そういう大きな気温差がありますけれども、見えてきたのがハイランドリゾートホテルです。こちらもねクラフトフェアとかやったりしますね。もうクラフトフェアのシーズン終わってしまいましたけれども、まあそこそこ大きなリゾートホテルです。そしてこの右側はですね、浅間牧場というのがあります。浅間牧場のね、ちょっと私行ったことないですけど、どこかに展望台があって、そこからすごい紅葉の絶景が望めるという場所がありますけれども、ここからの西側を見ると浅間山がこうボーンとですね、とても近くに見えて、さらにその下にはですね、ほとんど民家などなく、まあ紅葉の、まあ、絨毯というか、こう目の下にですね、こう紅葉が広がって浅間山がボーンとあるという素晴らしい景色が望めるビュースポットです。あまりこの北軽井沢の紅葉スポットというのは知られてないんですけれども、比較的早い季節に、まあ軽井沢が10月の末から11月の初めだとすると、まあ1週間ぐらい早く紅葉のピークを迎えるという感じになってますね。ああ、もう北軽井沢まで来るとほとんど葉っぱは散ってますね。初めのね、軽井沢、長軽井沢あたりの紅葉の色味と比べていただくと、その気温差だったりとかっていうのを感じていただけると思います。右側に浅間牧場の入り口が見えてます。ちょっと多分見えないかな、こっちのカメラから見えないかもしれないですけれども、浅間牧場の茶屋とかありますね。長野原町、地粉そばや緑、あ、緑さん誰か、なんか私ここのそばが一番好きですみたいなコメントをツイッターか何かいただいた覚えがあるかな。北軽井沢も何軒かお蕎麦屋さんがあったりとか、あ、こちらもね別荘地で、夏のシーズンなんかとても賑わいます。軽井沢と違って北軽井沢はどちらかというと、あまり通年住んでる方はいらっしゃらなくて、比較的別荘の滞在の方が多いという感じですけれども、どうでしょうかね。まあそうは言っても通年やっているお店もあったりするので、そのあたりですね、いろいろ調べてみると良いです。私はどうだろうな、私もでも正直冬の北軽井沢はあまり開拓できてなくて、だいたい草津とか万座とかそちらの方に行ってしまうんですね。あー、でもあれだ、昔今軽井沢にお店持たれているタルタリアンという、フランス食品店がありますけれども、そこは昔この北軽井沢にフルミエールという店舗を持っていて、今も移転して、旧駅舎のところに、小売店舗を持ってますけれども、フルミエールさんですね。そこは通年北軽井沢時代は北軽井沢とか前の店舗の時はやっていて、冬に行った覚えがあります。めちゃめちゃ寒かったですもちろん薪ストーブとかも置いてあって暖房あるんですけれども、なかなかそう、なんだろうな、まあこんなこと言ってすいませんね、タルタリアンの一番パティシエ見てるか分かりませんけれども、結構ねその昔の店舗はね天井がすごい高かったんですよ。だから温めるまでにすごい時間がかかって、本来は多分夏の店舗だったと思うんですけども、そこで多分一田パティシエはねすげえ根性ある方なんで、冬も営業していたという話で、一回なんか大雪の時に聞いた話ですけれども、
俺は店を開けるって言って行って、でもお客さん数人しか来なくてひたすら雪かきをして終わったみたいな話があって、大丈夫だったのかな、下手したら遭難するんじゃねえかなとか思ったんですけれども、あのとても熱い魂を持ったパティシエでございます。勝手なこと言ってすいませんでした。見てるかわかんないですけど、ということで、そろそろ北軽井沢の、交差点かな、はい、ちょうどねここがあの昔店舗があったところで、で右の方に行くと今も、タルタニアンさんというか、フルミネルの店舗がある、旧駅舎のあたりに行きます。ご視聴いただきどうもありがとうございました。この動画がいいねと思ったらぜひ高評価ボタンで応援お願いします。チャンネル登録もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。